新しい牧場物語へ、プレイステーション4で広がるどこまでも穏やかなのんびりした毎日、ドラえもんのび太の牧場物語、スイッチ版も。作物を育てたり、動物の世話をしたり、町の人と仲良くなったり、いつの間にか僕にできることが増えたんだよ、ドラえもん。ある日見つけた不思議な種、その種を育てようとしたことがきっかけで、僕たちは大きな嵐に吸い込まれちゃったんだ。気がつくとそこは自然いっぱいの見たこともない世界。戻れなくなった僕たちだったけど、この町の人は優しく、ここでの暮らし方を教えてくれた。そして牧場で働く少年ランチと出会って、新しい毎日が始まったんだ。春、ランチが貸してくれた牧場で僕も手伝いをすることに。作物も動物たちもみんな可愛い。この調子でもっと牧場を豊かにしよう。夏、近くの海で釣りをしたり虫捕りをしたり、牧場の作物も町の人たちもみんな賑やかになって、毎日があっという間に過ぎてった。秋、町の人と仲良く暮らしていくうちに、なくした秘密道具も見つかったりして、牧場での暮らしがもっと楽しくなったんだ。冬、厳しい寒さでも作物はたくましく育ってくれた。外は寒いけど、ここで過ごす時間はとってもあったかいんだ。はい、ありがとうね。やあ、どうしてここに？勝手に抜け出したらみんな困っちゃうよ。それでも覚えている景色があるんだ。僕、悪い子になれば怒られるかな。そうか、この種を植えちゃったらまた大変なことが起こるかも。この種は
特別なものだから。やった、これは僕と町の人たちみんなでつないでいく大切な毎日。おめでとう。大変なこともあるけど、ここでの暮らしも、ここで見た景色も、よしよし、どれも僕にとって忘れられないかけがえのないものになったんだ。ドラえもん、のび太の牧場物語。ドラえもんが牧場物語の世界に。ドラえもん、のび太の牧場物語。ある日、ドラえもんたちが目覚めた場所は見知らぬ大樹のふもと。秘密道具をなくし戻れなくなったのび太たちはここでしばらく暮らすことに。舞台は四季豊かな町シーゼンタウン。なくした秘密道具を探しながら、のび太は作物を育てたり、動物を世話したり、ほのぼのとした牧場で生活を始めます。牧場を貸してくれた心優しい少年ランチをはじめ、町には愉快な人たちとの出会いが待っています。町の人と絆を深めれば秘密道具が見つかることも。そして見つけた秘密道具を使えば、あんなことやこんなことも、もしかしたら隠された冒険の扉が開くかも。訪れる四季とともに、やがて牧場は大きく広がっていきます。ペットと一緒に戯れたり、部屋の家具を変えたり、生活はさらに楽しいものに。探検して、釣りをして、買い物して、プレゼントして、自由気ままなのんびりとした毎日が紡がれます。さあ、日が暮れるまで何しよう。ドラえもん、のび太の牧場物語。